パーチャマでございます。今ね、朝起きてアイコン、ミッドはプライムアイコンピックを引いております。あ、まあ、作っております。60万コインぐらいですね。まあ、これでなんでこれねやってんのかっていうと、ツイッターでね、このミッドまたプライムアイコン引いたらモーメントが出たっていうねツイートがめちゃくちゃあるんですよ。この片揚げさんとかもこうやって見て、ほらここモーメントね。おー、これモーメント出たよっつって、モーメント、まあ、でもちろんねモーメントが出なかったっていう人もいるけど、めちゃめちゃ出てるんですよ。だからこれちょっとね、やっていこうということで、俺もモーメント、もちろんトレフカですよ、バグです。でちなみにモーメントが出た時点で補填があるということなので、それもまたうまし、とだから一番うまいのはモーメントで神引きして、さらに補填でもう一回引けるみたいなのが一番神引きです。で、それ以外のまあプライムまたはミッドが普通に出てしまうと、まあ、今回ちょっと残念、誰が出ようがちょっと残念ではありますということで、もう朝一奇跡を信じていきます。頼む、とりあえずモーメント出てくれ。マジでしょぼいじゃん。カシージャス・フェルナンド・トーレス、え、ゴール、終わってる、はあ、終わってる。フェルナンド・トーレスはちなみにもう、これは88の、20万ですね、ミッドです。で91の多分これがプライムかな、51万。カシージャスはちょっと、ま、キーパー、カシージャス強いのかな。いや、まあでもファンデルサールいるからね、うちは。あ、でも17万、でも60万してるからね。これまずさ、モーメントどころか、モーメントどころかさ、プライム来てんのと、それよ、フェルナンド・トーレス、モーメントどころかよ。フェルナンド・トーレスから見ていきましょう。はい、ということで調べましたところ、カシージャス、フェルナンド・トーレス、コール全員が、ミッドということで、もうモーメントどころかプライムさえ出なかったという感じで、逆にバグってんじゃないですか。これは逆バグリーの線もあるかなと思いますよ。ないですか、逆バグリーのモーメントが全然入ってないみたいな、調節がうまくできてない感じじゃない。もしかしたら本当はね、ガチャの設定のところで、ね、ミッド、プライムとかモーメントとかあるところ つまみがあると思うんだけど、その今回の場合はモーメントのつまみをゼロにしなきゃいけなかったのに、ちょっと上に上がってたみたいな。でね、こんな時間ですからね、もう寝るところだった所長が電話して「おい!」みたいな、「モーメントのつまみどうなったんや!」みたいな。今ちょっとバイトしかいないんですけど、ええからよ、モーメントのつまみをゼロにさせろみたいな感じで電話したら、間違って、まあモーメントもそうだしプライムのつまみもゼロにしちゃったってことないですか。大丈夫ですか。そうだとしたらよ、そうだとしたらもうちゃまぶち切れ、 EA 入社ですよ。そんなんだったら俺が入社して、そのずっと見張っと、望遠鏡でこの距離でも見張っといてやるっつって、はあ、まあとりあえずね、これ普段は後から引くやつですけどね、あ、じゃあ最初から引くやつですけど、もうこれは頭から引いていきましょう。頭からじゃない、後からね引いていきましょう。もう今日は本当にモーメントを引く気だったんで、なんかやかましいわって感じでしょ。このいやいや、わしモーメント引きまんねん、そんな前座のパックなんていりまへんねんみたいな感じでやったんだけどね、こんなことになるか。
嘘じゃないと思うんだけど、もうもしくは俺の予想で言えば、え、来た、え、誰スペイン GK、 こらパチェコ、女の子やん、女の子来たわ。はぁ、俺の見立てで言えば、あ、こいつマジで怖い、ホラーだよね。もう逆にこんだけこの顔でこんだけ来るっていうのは逆にホラーだわ。いや本当にね、俺的にはピーターやつが違うのか、もしくはもうバグが修正だから、モーメントのつまみをもうゼロにされた後なのか分かりませんけど、まあ、こんなことになっているということで、怒りのチャマブチギレですよ。これは怒りのチャマブチギレもあっていいんじゃないか本当に。まあ逆にこれを機にチャマ怒りのコナミ入社っていうのもあるのかなっていうのはありますけどね。今回の件を重く見て、 EA さんでお世話になろうと思ってたけど、今回の件を重く見てチャマの意思はもうコナミへ高校かみたいなニュースの見出しで言えばあるかもしれないですね。誠に遺憾でみたいな、もう誠に遺憾だよこれ。ほんとスリマニちゃん、スリマニ今何してんの、スリマニ今何してんの、どこで何してんの。いやちょっとね、誠に遺憾ですよこれは。浅野が勇気づけに来た。お前は早くね、ハイライトお前作ったんだから頑張って上がってください。はい、ということで、まあキャインですね、今回残念でしたけど、まあ引いた人はでもおめでとうございますということで、これがあるからやっぱ三次待機とかしなきゃいけないよね。もう俺ちょっと FIFA のシーズン終わったからええかって、もう俺の中でねちょっともう終わったし、コインももうないから三次なんか来たとてええかみたいな感じでやってましたけど、まあまだねドンちゃんとかいろいろ残ってましたから作りました。まあ足りない分はちょっと足すだけやからということで、うん、これ引いた方がいいですね、足りない分は足すだけやからということで、まあちょっと1万円ぐらい使いましたけど、全然後悔してないよということで、終わりにしようと思います。マジでなんやねん、マジでなんやねん、本当に当たってるんだよな、当たったっていう人は。それだけ僕は気にしてますけど、うん、まあまあ、ツイッターもモーメントとかでね、検索したら出てくると思います。スクショもねちょっといくつか出させてもらいますけど、おめでとうございますということで、まあこの動画を見てやるのは危険かもしれない、本当に修正されてる可能性があるんで、だからそういうことがあったということで、今後は皆さん三次待機ぜひ頑張ってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、パー。